広がるのは君の世界、どこまでも続く世界。おはよっぴー、よぴふっとです。キクラケッチです。本日チャンピオンズリーグ2024福岡のライブ配信にてポケカのイベント情報が多数紹介されました。はい、中にはポケカチャンネルメンバーがゲスト出演する大規模なポケカバトルイベントもあるので要チェックです。ではですね、この動画で最初に紹介するのはこちらです。2月25日に開催のイベント、ポケモン竜王戦2024です。カードゲーム部門では事前に選ばれた8名の強豪選手がバトルを繰り広げ、その模様がポケモン公式 YouTube とポケモンカードチャンネルから生放送されます。選手の中にはチャンピオンズリーグ2024京都の3つのリーグで優勝した選手たちや招待選手の松丸亮吾さんもいらっしゃいますね。うん、この大会はスタンダードレギュレーションの60枚デッキを使い、サイド6枚、対戦時間が25分、一本選手によるトーナメント方式ということで、チャンピオンズリーグなどでも見られる形式に加えて特殊ルールがございます。特殊ルール、はい。まず選手が事前にデッキを3つ用意しております。そして登録したデッキの中から対戦ごとに使うデッキを1つ選んで対戦していくわけですよ。3つが全部同じ系統のデッキにならないよう、登録する3デッキはそれぞれ互いに15枚以上のカードが異なっていなければいけません。うん、系統の異なるデッキを3つ作るってことは、いろいろなデッキに精通してなければいけないってことですね。そうですね。そして登録した3つのデッキは事前に全て公開されるというオープンシート制となっております。オープンシート制、相手が作ってきた3つのデッキレシピが分かった状態でバトルするってことですね。はい、お互いにデッキレシピを知っているからこそ生まれる駆け引きとか戦略がありそうなんですよね。うん、楽しみですね。そして駆け引きはそこだけではありません。3つのうち対戦相手に指定された1つのデッキだけその対戦では使えなくなってしまうんです。なるほど。じゃあお互い相手に使われたくないデッキを指定して使えなくした上で、残りの2個からそれぞれの選手がデッキを決めてバトルするってわけですね。はい、なのでね、本当にいろんな駆け引きの要素があるんですよ。うん、強豪たちが腕を競い合うポケモン竜王戦2024カードゲーム部門、今からねドキドキしてきましたね。うん、続いてのイベント情報は大型対戦イベント、3月2日開催スクランブルバトルです。スクランブルバトルは東京の有明ジメックスで開催される参加費無料の対戦イベントで、たくさんの来場者がリアルタイムでマッチングしバトルが繰り広げられます。こちらのイベント、先日エントリー期間が終了していたのですが、なんと追加での参加募集が決定いたしました。おー、これね、今動画を見てくださってる皆さんも参加できるかもしれないですね。はい、第6期ポケカ四天王と我々ポケカチャンネルメンバーがゲストとして参戦予定ですので、もしかしたら僕らとバトルできちゃうかもしれません。ぜひふるってご応募ください。続いてのお知らせがこちら、3月20日にポケモンカードゲームバトルツアー広島ステージが開催されます。こちらは中高生のためのポケカバトルイベントでエントリーが開始となります。バトルツアーは EX スタートデッキのみを使って戦う3人チーム制で行われる大会です。お友達と一緒にチームを組んでエントリーしてもいいですし、一人でエントリーすることもできます。詳細はポケモンカードゲームバトルツアーの公式ウェブサイトをご覧ください。ということで3つのイベントについて紹介してきました。イベントについての詳しい情報を見ることができる URL を説明欄に載せておきますので、ぜひチェックしてみてください。今日はポケカイベントの情報が盛りだくさんでしたね。うん、あとは新しいパックが登場することも公開されましたね。はい、3月22日に強化拡張パッククリムゾンヘイズが発売ということで、パッケージにはガチグマ、アカツキをはじめカミッチュやヤバソチャなどが描かれています。どんなカードが収録されるのか、明日のチャンピオンズリーグ2024福岡 Day2 の配信でも最新情報が公開されますので、どうぞお楽しみに。はい、明日もライブ配信やポケカチャンネルの動画を見逃さないように、今のうちにチャンネル登録しておきましょう。よろしくお願いします。お願いします。それでは皆さん、また次回。バイバーイ。